サンティアゴでコンポステーラの巡礼路。サンティアゴでコンポステーラの巡礼路。サンティアゴでコンポステーラの巡礼路は、キリスト教の聖地であるスペイン。ガリシア州のサンティアゴでコンポステーラへの礼路。主に、フランス各地から、ピレネー山脈を経由し、スペイン北部を通る道を指す。サンティアゴでコンポステーラには、聖ヤコブ、スペイン語で、サンティアゴの意外があるとされ、ローマ、 エルサレムと並んで、キリスト教の三大巡礼地に数えられている。フランスでは、トゥールの道、リモージュの道、ルピュイの道、トゥールーズの道の主要な四つの道がスペインに向かっている。スペインでは、ナバラ州からカスティーリアイ・レオン州の北部を西に横切り、ガリシア州のサンティアゴでコンポステーラへ向かう、フランスの道が主要である。スペイン語では、サンティアゴの道と呼ばれ、 また、定冠詩をつけた大文字で始まる、その道は、サンティアゴでコンポステイラ・ジュンレールを表す。フランス語では、サンジャックの道と呼ばれる。千年以上の歴史を持つ聖地への道は、今も年間およそ10万人がフランスからピレネー山脈を越えて行く。スペインに入ると、ジュンレルの拠点の街が見えてくる。そこには、ジュル事務所があり、名前を登録し、 巡礼者の証明となる手帳を受け取る。巡礼者の数が増えるとともに、道沿いには無料の宿泊所が整備されてきた。十一世紀の礼拝堂を修復した宿泊所などもあり、こちらの宿では中世さながらの戦足の儀式が行われる。巡礼者の足を水で清め、旅の無事を祈る。食事も用意される。これらは巡礼を支える人々の無償の奉仕で成り立っている。 ドホによるスペイン王団はイベリア半島内でもおよそ8 0 0トルの童貞である。長い巡礼を続けることは人々にとって信仰と向き合う貴重な時間となる。大聖堂の5キロメートル手前にあるモンテデルゴソ、寒気の丘。巡礼者はここで初めて美しい聖地の姿を目にする。ドホでおよそ1月の童貞。大聖堂に到着した巡礼者は 栄光の門と呼ばれた入り口に向かう。そこには幾千万もの巡礼者が持たれるように祈りを捧げてきた柱がある。手のくぼみの跡が歴史を物語っている。巡礼路の内スペイン国内の道は1993年にサンティアゴでコンポステーラの巡礼路としてユネスコの世界遺産に登録された。登録された道は後日のフランスの道とアラゴンの道に相当する。 2015年に拡大登録されるとともに、登録名称が変更された。フランスの巡礼路の一部と途上の主要建築物群については、フランスのサンティアゴでコンポステーラの巡礼路として1998年に別途登録された。伝説によれば、イエスの十二使徒の一人聖ヤコブがエルサレムで殉教した後、その以外はガリシアまで運ばれて埋葬されたとされる。 八百十三年、現在のサンティアゴでコンポステーラで、ジ者、ペラニウスは、天使のお告げによりヤコブの墓があることを知らされ、星の光に導かれて、司教と信者がヤコブの墓を発見したとされる。これを記念して、墓の上に大聖堂が建てられた。サンティアゴでコンポステーラへの巡礼の記録は、九百五十一年のものが最古である。十一世紀には、ヨーロッパ中から、 多くの巡礼者が集まり、最盛期の12世紀には、年間50万人を数えた。こうした巡礼の広がりは、中世ヨーロッパで盛んだった聖遺物崇拝によるところが大きい。また、巡礼は当時イベリア半島を支配していた、イスラム教国へのレコンキスタとも連動した。ヤコブは、レオン王国など、キリスト教国の守護聖人とみなされ、サンティアーゴ・マティモリス。 ムーは人殺しのヤコブと呼ばれるようになった。キリスト教国の兵士は戦場でサンティアゴと叫びながら突撃したという。キリスト教国の将は巡礼路の整備や巡礼者の保護に努めた。巡礼はスペインとスペイン外のヨーロッパの文化をつなぐことにもなった。巡礼者の中には建築家もおり、彼らはヤコブに捧げるために巡礼路に沿った都市に ロマネスク建築による多くの教会修道院を建てた。レコンキスタの完了や、百年戦争、三十年戦争による混乱によって衰えた時期もあったが、巡礼は現在まで続いている。現在の巡礼者のスタイルは、徒歩、自転車、車など様々である。また、ガリシア州政府は観光の目玉として巡礼路をアピールしている。フランスからは、 巡礼の中心地であった都市を拠点として四つの道が、ピレネー山脈に向かっている。トゥールの道、リモージュの道、ルピュイの道の三つは、オスタバイコールはスムで合流し、サンイコールジャンイコールピエイコールドイコールポールを通って、ピレネー山脈のイバニエタ峠に向かう。トゥルーズの道は、オロロンイコールサントイコールマリー、オロロンからソンポルト峠に向かう。巡礼路は、 ピレネー山脈の峠で、スペインに入る。サンイコールジャンイコールペイコールドイコールポールから、ビバニエタ峠の道は、スペインのナバーラ州、オロロンからソンポルト峠の道は、アラゴン州に入り、プエンテラレーナで合流する。サンイコールジャンイコールペイコールドイコールポールから、サンティアゴでコンポステーラまでは、フランスの道、サンショ照と呼ばれ、巡礼路で最も重要な道である。 ソンポルト峠からプエンテラレーナまではアラゴンの道、参照と呼ばれる。また、サンイコールジャンイコールペイコールドイコールポールからプエンテラレーナまでをナバーラの道、参照と呼ぶともある。プエンテラレーナからサンティアゴでコンポステーラまでの道は次の通り。この他にイベリア半島には次の巡礼路もある。現在、サンティアゴでコンポステーラを目指す巡礼者は、 毎年数万人に上る。その多くは、徒歩で自転車を使う人もいる。少数ながら、中世のように馬やロバを使う人もいる。信仰のためだけでなく、観光やスポーツ、単なる目標達成のために歩く人もいる。車や鉄道、バスで移動することもできるが、巡礼路は線路や国道に沿っていない道も多い。また、サンティアゴでコンポステーラで証明書がもらえる人は、 徒歩で 100km 以上、自転車で 200km 以上という条件がある。なお、巡礼証明書、コンポステラーのもしくは、巡礼手帳を持っていれば、サンティアゴでコンポステーラからの会議の飛行機及び、鉄道料金が割引となる。聖ヤコブ、フランス語で、セインツ・ジョックのシンボルである、ヨーロッパホタテ貝フランス語で、コキール・セインツ・ジョックは、巡礼のシンボルともなっている。 巡礼者は巡礼の証としてヨーロッパホタテ貝をぶら下げて歩く。また、水筒代わりの氷炭を持つ。巡礼者は様々な道をたどるが人気があるのはフランスの道である。出発地としてはフランス側のサンイコールジャンイコールピエイコールドイコールポルト、スペイン側のロンセスバージェスを選ぶ人が多い。伝統的なフランスの街、ルピュイ、アルル、トゥールなど、 から出発する人や、さらに遠くから、フランス内の道を目指す人、中世に習って、自分の玄関から出発する人もいる。ピレネー山脈から、すべて歩くと780から9 0 0トルの距離で、1日平均3 0トル歩くと約1ヶ月かかる。スペインと南フランスには、巡礼者に、一夜の宿を与える救護施設、アルバーグ、または、 レフギオが点在し、巡礼手帳、クラデールを持つ人は誰でも泊めてくれる。宿の設備は、ユースホステルのようなもので、3ユーロから7ユーロ、または寄付のみで泊まれる。大抵は一泊に限られる。救護施設に泊まると、巡礼手帳、有料に、公式のスタンプ、無料が押し入れ、集めたスタンプが巡礼の証明となる。手帳は救護施設や、観光案内所。 教区教会で入手でき、3ユーロ程度。サンティアゴでコンポステーラに到着すると、コンポステーラと呼ばれる、証明書、無料がもらえる。中世のカトリック教会では、コンポステーラは、職友上の一種であった。大聖堂では毎日正午に巡礼者のためのミサが開かれ、巡礼者の祖国と出発地が唱えられる。1998年10月9日。 サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の最終地であるガリシア州と熊野古道の最終地である和歌山県は古道の最終地としての永続的な友好関係を確立するため両古道の姉妹道提携を締結したその後2004年7月7日には熊野古道を含む紀伊山地の霊場と山景道和歌山県奈良県三重県にまたがるもユネスコの世界遺産に登録され 道の世界遺産同士の交流を続けている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。